はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの成分丸一をお送りします。で、前回分解か、その前平行かな、やってったんですけど、こっからですね、話が変わって成分をやっていきます。その、最初だね。で、ポイントも含めて今回問題が4問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、ポイントの方から、まずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、早速ね、ポイント、図があるんですけど、まず、この図確認します。で、成分をやるときには、こうやって X 軸、Y 軸、こうやってね、座標軸ですね。を使います。関数の時みたいな感じのイメージで大丈夫。で、今、こうやってベクトル A ね、あるんですけど、これを成分を使って表すと、今、こっからね、これ原点ですけど、こっからここまで、こうやって矢印が出てると。で、ここの座標って言い方しないといけないんですけど、一応イメージ座標の方がわかりやすいと思うので、座標が A1 の A2 だと思ってください。今までの座標だったら、X 座標と Y 座標。そう思ってもらっても構わないです。ちゃんと言葉を覚えてほしいけど。っていう風に表すことができる。今までの座標みたいな感じで。で、その時にね、この左側、こっち、これを X 成分って言います。今まで X 座標って言ってたけどね、ベクトルに関しては X 成分です。で、こっちが Y 成分と言います。さあ、座標みたいに置けるんだよって、あんま肩の力入れなくて大丈夫なんで、座標みたいに使っていいんだね、つって。で、もう一個。これね、A ベクトルの大きさですね。絶対値こうついて大きさになりますけど。つまり、ここの長さ。大きさだからね。で、これはどうやって求めるかっていうと、この X 成分と Y 成分を2乗して、X って書いちゃった、これ。普通にはあれだね。自分の発言につられた。A1 の2乗、プラス、こっちもか。A2 の2乗のルートになります。それぞれの成分を2乗して足してルートをつけると。ねえ、これもやっべ新しいこと出てきたよって感じもするんですけど、実は新しくないっていう。で、何かっていうと、これ今成分の話をベクトルのしてましたけど、ちょっと座標に頭を切り替えてください。普通に X 座標、Y 座標だと思ってもらっていい？これ、普通に今まで関数で座標を求めてるとき、こっから、原点からここまでの長さ出すときって全く同じことするから。それは三平方の定理を使いますけど、結局、ここの長さが A1 なんです。今。ここで、X 座標で考えたらこれ A1 だよね。で、ここが A2。つまりここね。こっちが A2 なので、ここの長さ、いい？ここの斜めのとこの2乗は、この2乗足すこの2乗なんだよ。ちょっと書き方おかしいけど、ちょっと書いていい？おかしいけどね。形で。これ斜めのとこね。ここの2乗。本当は絶対つけますけど。は、下の部分。A1 の2乗。X 座標ってあえて言い方するけど。で、今度縦の。A2 の2乗。これ三平方の定理ね。で、結局今絶対値のこの2乗外したいんだよ。今つけてないけど、絶対値。で、2乗外すってことは、こっち側にプラスマイナスルートがつきます。いい？で、プラスマイナスルート。でも、プラスマイナス、長さなんで、マイナスは取っちゃって大丈夫だから、こうなりますよっていう。今ね、本当はこうつきますけど。ベクトルになったら。だから、三平方の時と同じことやってます。結局、座標と同じことをね。っていう形。いいかな？で、その、X 成分、Y 成分の話をしましたけど、これ、もともと、本当はね、この、A ベクトル、あるでしょ？で、それをどう表すかっていうと、単位ベクトルを使ってね、A1E ベクトルプラス A2E ベクトルって表す。で、その時の A1、ここが X 成分でこれが Y 成分ですよって言い方をします、本当はね。で、これ多分教科書とかにも書いてあるんですけど、これ簡単に言います。あんまり俺ここフューチャーしないのでいつも取り上げないんですけど、これ E ベクトルって長さ1でしょ。単位ベクトルだから。長さ1なので、結局、これ、ここにね、その長さが1の E ベクトルがあるとすると。で、例えば、この A1 の座標が5だとします。こう5。成分がね、5だとする。そうすると、
これ1だから単位ベクトル1が5個分あったら5まで届くじゃん。1、2、3、4、5つって。だからその単位ベクトルに5ってものをかけた分が右に行ってますよって。上も全く同じ、ここに単位ベクトルがいるので、まあ、上の座標もし4だったら単位ベクトルが4つあって上がりますよって。でそれを行って行った先にゴールがあるからこう表せますよって話なの本当は。でもここ持っていくと、特にベクトル好きな子だったらいいんだけど、いやベクトル嫌やって思ってる子にはパニックになってしまう子が出てくるので、自分はもちろんね指導してた時はその子に合わせて、まあ、個別指導だったからさ俺はね、変えてましたけど、ひとまずはこっちこうやって今までの座標みたいに考えることができるんだって。ただ名前は成分になるけど、いい？で単位と長さだね、大きさに関してはこうやって今までより三平方の定理を使ってこれで求めることができますよっていうのを覚えてください。でもってで問題やっていくんですけど、こうやってね今、まあ、ちょっとねこうフリーハンドで書いてあるんでちょっと汚いんですけど、こうあると。でそれぞれ B ベクトル、C ベクトル、D ベクトルを成分でまず表します。成分で表すっていうのはこれのこと、いい？で、あとはそれぞれの大きさを求める。だけどこれまずね B ベクトル結構やりやすいんです。なぜなら、まあ、原点スタート、こう原点ねスタートしてるのでもう分かるけど、右に2行って上に1上がってるじゃないですか。だから表すとき本当座標と同じ、こうやって2の1って書くことができます。これで終わり、成分ね、2行って1上がってるからさ。で大きさに関してはさっきみたいにこう求めるので、 B ベクトルの大きさはちょっと俺もっと右に書けばよかったね。計算するとこれ2の2乗プラス1の2乗なんで5になります。でそれにルートをつけるから、ちょっと暗算でごめんね、ルート5ですよって。これで OK。で次の C と D なんだけど、これちょっと注意しなきゃいけなくって、これね原点にスタートじゃないんですよ。そしたら原点ここだからさ、今 C ってスタートここなので、そうするとねあれって思ってしまう子が出てきます。たまに出てくるのが C ベクトル結局ゴールがここなんで、原点から2行って1上がってる、まあ2左に行って1上がってるんでマイナス2の1とかって書く子が出てきます。でも実はそうじゃなくって、これ別に原点スタートじゃなくていいの、この成分表すとき。どう考えるか、結局スタートここでゴールここだから、こっから1左行って3下がってるでしょ。1左行って3下がってる、だからそれを書けばいい。1左だからマイナス1、下に3だからマイナス3ですよっていう。だからさっきねまでずっとこう座標みたいな感じで使っていいですよって話をしたんですけど、表すときはここの数字、もし座標で考えちゃうとマイナス2の1になっちゃうんだけど、ベクトルに関してはスタートとゴールで考える、ちゃんと。そこはちょっと区別しなきゃいけないんでめんどくさいんですけど、まあね、そんながっつり覚えることが多いわけでもないので、ごめんね袋が落ちた、超びっくりした、ごめんごめんっていう感じでやってください。で大きさに関しては2乗すると1、2乗すると9、足すと10なんでルート10になります。いいかな。で最後 D もね同じようにやっていきましょう。でさっきも言ったように大事なのはスタート地点とゴール、いいね、ゴールがいくつかではない、スタートから比べて左に3つ、上下は上がってないです。だから左に3つなんでマイナス3、上下行ってないから0です。いいかな、マイナス3の0と、これが成分で、大きさに関しては2乗すると9、2乗すると0、足すと9なんでルート9です。でルート9はね出すことができるので3と、こういった感じでぜひね解いてみてください。すいません、ちょっとね途中ね袋が落ちちゃって変な音入りましたけど申し訳ない。では今回は高校数学数 B のベクトルの成分丸1をお送りしました。今回はねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回、まあ、タイトル丸1ついてるんで丸2をやっていきます。でここからまあ成分の話がねちょっと続いていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。